改めてそのシーンですけれども、まあ、伊沢拓也をオーバーテイクしようとして乗り上げて、そして勢いがほぼ弱まらぬままタイヤバリアに突っ込むということになりました。そうですね、まあ、激しいバトルを繰り広げた中での、ねクラッシュですがね、まあ、この後ヘリで病